平成28年5月3日浜松祭り2016の初日を駆け足で巡りました。浜松祭りのオープニングは何といってもたこ揚げ合戦です。今日の中田島海岸は少し曇っていますが、たこ揚げにはもってこいの風が吹いています。今上がっているのは子どもたちの健やかな成長を願う初凧です。そこかしこで記念撮影やお祝いの練りが行われています。初凧はお互いの糸が絡み合わないように揚げられていますが、午後からは糸と糸とが絡み合う糸切り合戦が始まります。凧揚げ会場を後にして屋台会館前では浜松出世太鼓が演奏されています。三方原合戦で敗れた徳川家康は浜松城へ逃げ帰りますが、城は武田勢に取り囲まれてしまいます。この時城門を大きく開けて大太鼓を打ち鳴らしたところ、この異様な雰囲気に恐れをなした武田勢は兵を引き上げたと伝えられています。これが浜松出世太鼓のゆえんとなりました。浜松市の中心部へやってきて、ここはアクトシティ音楽工房ホールです。ここではハーモニカ100曲リレーコンサートが行われています。ハーモニカ愛好家やグループが順次自慢の曲を披露しています。今年は21回目で72組約100曲のエントリーがあったそうです。アクト三君プラザでは浜松市消防音楽隊の演奏が行われています。浜松市消防音楽隊は昭和45年に結成された静岡県下で初の消防音楽隊です。平成7年からは定期演奏会を開催し、平成16年からはカラーガード隊を発足させるなど、市民に愛される音楽隊へと成長しています。空までは御殿屋台の展示が行われています。屋台の構造や豪華な彫刻を間近で見ることができます。訪れた人々は法被を借りて記念写真を撮っているようです。ザザシティ中央広場では大道芸スペシャルが開催されています。今行われているのはディアボロの演技です。ディアボロとはお椀を2つつなげたような空中ゴマです。2本のハンドスティックに通した糸で回しながら自在に操ったり空中高く投げ上げたりします。それではその素晴らしいパフォーマンスを拝見しましょう。午後5時、吹奏楽パレードが始まりました。先頭は先ほどのコンテストで選ばれたばかりの3人のミス浜松です。続いて鈴木康友浜松市長です。航空自衛隊中部航空音楽隊、浜松海の星高等学校吹奏楽部、ヤマハ吹奏楽団、浜松市消防音楽隊など今年は20団体が参加しています。吹奏楽パレードが終わったところで新米のミス浜松3人と遭遇しました。若さと笑顔が素敵です。御殿屋台の引き回しが始まりました。浜松祭りの最後を飾るのはやはり御殿屋台です。今日は天候の関係で引き回しは中止となりましたが、
雨は降っておらず、会場近くの町の屋台は引き回しされています。そのためいつもならとてもできない屋台すぐ近くでの撮影、三脚を使っての撮影ができました。浜松祭りはあと2日間行われましたが、素晴らしい天候に恵まれたようです。